今シーズン不動のリードオフマンとして巨人打線を牽引する吉川尚輝選手。打ってはリーグ2位の打率3割3分1厘と絶好調。守っては持ち前の身体能力を生かしたプレーでファンを魅了。そんな吉川選手に超助っ人平松アナがインタビューしてくれました。超 MC を務めている宮本和智さんが選ぶ宮推し選手というのがあるんですが、それに今回なんとですね、吉川尚輝選手見事選ばれました。おめでとうございます。宮本さんに選んでもらえたんで、すごく嬉しいです。よかったです。打撃絶好調だと思うんですが、今ご自身の状態はどう見てますか？そうですね、試合に入る準備はしっかり、できているので、それがたまたまね、いい結果につながっているだけだと思うので、まだまだね、しっかり始まったばっかりですし、もっといい準備してね、チームに貢献できるようにやっていきたいなと思います。具体的な技術面でいうと、去年までと変わったところとかって何かありますか？間の取り方であったり、考え方であったり、坂本さんであったり、丸さんに、打撃のこと聞いたりしたり、カズマもそうですけど、試してみたりとか、そういうことぐらいですかね。もういろんな選手に聞いてっていう感じですか？そうですね、ちょっと、自分の状態が、悪いなとか思った時に、そういう時の、引き出しというか、そういうの聞いたりとか。あとは今シーズン1番バッターとしても活躍されてますが、この1番という打順に関してはご自身の中でどういうふうに考えてますか？そうですね、一番初めにね、突き立つ人間なので、もちろんね、出塁、チームを勢いづけることが一番のありですけど、いい時も悪い時もあるんで、なんとか、出塁何でもいいのでできるようにとは心がけてます。ちょっと記事でも読んだんですけども、堂々と1番バッターを演じ切りなさいという原監督の言葉があったそうですが、そういった言葉はかけられたんですか？そうですね、ありました。オープン戦からずっと結果が 出てなくて、当てに行ってた結果を求めて、小さくなってたのかなと 思ったし、その分思い切って逆に、やってやろうという、気にはなりました。あとはもう一つ、守備も華麗なプレー連発されてますけれども、今シーズンその守備の状態というのはいかがですか？そうです、守備でまずね、チームに貢献したいと思ってましたし、自分の長所でもあると思うので、そこは、これからも、貢献していきたいなと思います。一番の守備での武器ってどんなところですか、吉川選手は？守備範囲だと、思います。一人ダブルプレーというのがありましたけれども、4月19日の広島戦、7回ワンアウト1塁3塁の場面で飛び出したのがこのプレー。フラフラッと上がってワンバウンドでタッチしてキャンバスを踏む、ダブルプレーになりました。笑顔で戻ってきました吉川です。いや、僕も初めてのことだったんで、そうなんですか。本当に、流れのままいけたプレーだったのかなと思ってます。もう判断で迷ったりとかはあの時は全くなかったんですか？なかったですね。ファーストを守ってた中田選手とも何かこうアイコンタクトありましたけど、どういう感じの連携だったんですか？アイコンタクトはなかったんですけど、しっかり頭の中にそういうプレーというか、いろんな想定しながら守るんですけど、ランナーも止まってたんで、タッチしてベース踏めばゲッツーっていうのは、頭の中には入れて、開幕して1ヶ月ですけど、まだまだ、勝ちにこだわって選手全員頑張りたいと思ってますので、ご声援の方よろしくお願いします。宮本さん、ご無沙汰します。ちょっと球場であまり最近見ないので少し寂しいですが、すごくジャイアンツも、いい雰囲気で、今
やれてるので、選手たちは全員で、頑張りたいと思います。応援の方よろしくお願いします。